こんにちは、緑川です。リカチャンネル編み物部へようこそ。本日はなんと大きな大きなお宝箱が、届きましたので、開封の儀を執り行います。よろしくお願いします。視聴者の方から、お宝箱を送りたいんですけどということで、お問い合わせいただき、この度ね、たくさんの糸を送っていただきました。この中にね、お手紙入っておりまして、はい、読ませていただきました。この度は、たくさんの毛糸をお送りくださいまして、本当にありがとうございます。この場で熱く御礼申し上げます。はい、動画の中でね、使っていきたいと思います。お手紙ありがとうございました。それでは早速ご紹介していきます。はい、大きなね、箱に入っていますので、上の方から順番に、取り出して、そして、別の箱に移しながらということになります。こちらね、はい、ちょっとね、ビニールの音がします。こちらミックスケーキと、こちらパティシエですね、ダイソーさんのものになります。これね、私持ってるんですけど嬉しいですね。これ私ちょうど2個を持っていて、2個だけだと何編もうかなと思ってたんですけど、増えたのでね、ブランケットとかそういうの編めるなと思ってね、ひらめいたりしております。それからこの色もね、とっても可愛いんですよね。私これ数覚えてないんですけど、何個かね持ってるんですよね。同じ色があると、とっても編むこう作品の幅が広がるのでね、とってもありがたいです。ちょっと見てくださいね。はい、こちらはパティシエでストーンというお色で、 80g で130m ですね。はい、素敵な色合いです。こちらは、ダイソーさんのミックスケーキパステル。こちらも200円の糸で、80g で 124m です。これね、ほんととびっきり可愛いですよね。綿菓子みたいですね。はい、こちら2つずつ入っておりました。はい、次はね、こちらです。ウォッシャブルコットンという糸で、こちらは湯沢屋さんの糸になります。素敵な、紫色のグラデーションになっていますね。ラベンダーみたいなお色、藤色みたいなお色、はい、とっても上品な薄紫のグラデーションです。こちらはコットン 50%、 アクリル 50%、 25g で 75m と書いてあります。色番号が5番ですね。私、最近ね、湯沢屋さん、あんまり店舗に行かなくて、通販でね、少し前に一回買ってご紹介してるんですけど、こういう糸があるんですね。これね、10玉あるから、75メートル10玉。何かね、夏のウェア一着ね、編めそうな感じがいたします。とってもお上品な薄紫のグラデーションです。はい、次はこちらです。コットンエブリーカッコラメと書いてあります。抗菌防臭でラメが入ってるんですね。なんていうのかな、肉眼で見るとちょっと緑っぽいラメなんですけど、小さいねラメが入っていて、柔らかいね糸になっています。こちらは、伊沢屋さんの糸で、コットンが 94%、 ポリエステルが 6%、 25g で 80m、 色番が20番、はい、薄紫で、これウェアもいいと思うんですけど、夏用のストールとかもね、いいかなと思いますね。ラメが入っていて上品なので、はい、ショールとかストールにもいいのかなーなんてね、イメージいたしました。編んだことがない糸です。はい、嬉しいです。はい、次はダイソーさんのリサイクルコットンです。嬉しいですね。私ね、リサイクルコットンもうね、結構この夏使い倒して、ほとんど在庫が、少なくなっていたところに、このようにね、いただいてね、とっても嬉しいですね。大好きなミントです。こちら 50g 入りになっています。綿100で 50g 120m。 こちらね、8個はい、いただきました。これね、なんかウェア編みたいですね、ぜひね。はい、次はこちらです。ラブ&ニット、フィックというね、毛糸になります。はい、
色番号が3番で、ちょっとね外してみます。初めて見たので、はい、あ、ギンガムさんの毛糸ですね。通販の、サイトで、手芸のお店ギンガムさん、私も、ラブ&ニット買ったことあるんですけど、他の毛糸ですけど、このスティックっていうのはね、初めて拝見しました。こちらはアクリル90、毛が、ウールが 10%、 30g で 38m、 かぎ針が9号ぐらいと書いてありますね。そうですね、スベスベしていますね。アクリルだけどなんかこうポリエステルっぽい感じっていうのかな、スベスベねしていて気持ちがいい毛糸です。全然チクチクしないですね。ウールが 10% 入ってますけど、すごいね滑りの良い糸ですね。太さ的にはダイソーさんのあのメランジなどよりは、細く感じるので、書いてはないんですけど、アイブトに近いのかなと思いますね。とっても気持ちいいです。38g で、10玉いただいたから380なので、そうですね、もし三角ショールにしたらちょっと小ぶりな感じ、はい、ですね。膝掛けにするとちょうど膝が隠れるぐらいの小ぶりな膝掛けとかもできるかなと思います。大人の上はちょっと、量がね380だとちょっと難しいのかなと思いますが、お子さんのウェアとかだったらね、カーディガンとかセーターだったら十分にね作れるかなと思います。とっても素敵なねピンク系紫になります。はい、大好きなね お色味ですね。嬉しいですね。気持ちいいのでね、マフラーとかもいいかな、大人用のマフラーとかもいいかなと思います。はい、次はこちらです。ダイソーさんの夏糸ですね。サラリと書いてあって、色がルリコンブルーと書いてあります。本当にね、サラサラした色。そしてね、なんていうのかな、中間色のこのブルー系。とっても大人っぽいね、味わいのある色だなと思います。25g で92m。そして、面が70。それからナイロンが 30%、 25g 92m ですね。乱視禁止老眼の3つ持っておりますので、最近この背がね全然見えないんですよね。でもね素敵な糸です。 92m、 はい、この色が3個、それからこちらが薄摘みかな、はい、グレー、こちらも3個いただきました。この6個で何か一つね、はい、夏用のストールなども素敵かなと思います。はい、次はこちらです。ダイソーさんのミストヤーンでストロベリームーンですね。これねとっても可愛いんですよね。色がねまたピンクがビビッドで本当に可愛いです。私これ以前は、以前買った時にねポンチョを編みました。それとその時に残った毛糸でクロコダイルステッチでこう鱗模様になっているハンドウォーマーをね編んだことがあります。はい、動画になっております。まあ在庫が自分のがあるかわからないんですけど、これね2個あったら小物が作れますね。あと引き揃えにしても素敵かなと思います。これねとっても可愛いのでね本当におすすめです。ポリエステル 100%、 35g で 140m になっております。このね色がねビビッドでとってもね可愛いです。はい、次はこちらです。ラブ&ニットの毛糸ですね。これもちょっとラベル取りますね。私初めて見ましたので、プレジールと書いてあって、ザクザク編める毛根っていうのかな、はい、極太と書いてあります。こちらもギンガムさんの毛糸ですね。色番号が1番で、アクリル 90%、 ウール 10%、 30g で 44m。 これねとっても素敵なね赤ワインのようなねウォルドーのようなお色です。単調ではなくてね少しアクセントにこう濃
濃い薄いがあるんですけれども、とってもシックなね赤ワインの色目です。そしてこちらね、44メーターで20個入ってるんですよね。なので、880メーターになるのかな。はい、そうすると、編み方を工夫するとね、簡単なボレロとかね、一着ウェアにできそうな分量です。極太と書いてあるんですけれども、普段ね、100均さんで使っている、買っている、メランジよりもね、ちょっと細めかなと思います。はい。なので、かぎ針で私だったら、7.5 号とか8号とかで編むかな。メランジより少し細く感じますが、同じようにね、編めるかなと思います。こちらね、20個も入っておりました。とってもね、素敵なお色になります。楽しみですね。早くね、毛糸の季節になったらいいですよね。20個でした。はい、次はね、ダイソーさんのレースヤン、たくさん入っておりました。こちらね、通年売り場でね、見かけるかと思います。ダイソーさんのレースヤン、20番フトというタイプで、一色でパステルピンクというお色になります。こちらは綿が100で、長さ。はい、多分80メートルと書いてあると思います。20グラムで80メートルだと思います。これね、パステルピンク。一玉でコースター10センチぐらいのものが4枚編めますよと目安が書いてあります。このパステルピンクは3個入ってました。それから、そう、いろんな色をね、入れてくださってます。こちらは、オールドローズ。少しね、こちら柔らかいピンクですね。こちらが、2つ入ってました。そして、こちらが、レース糸ミックスユニコーン。これね、可愛いんですよね。よくね、前にバッグとかに引き揃えしたりね、していたと思います。すごいね、可愛いユニコーン。これね、1つです。それから、こちらも、段染めで、アクアというお色ですね。涼しげなね、綺麗な色ですね。これとこれ組み合わせてもね、とっても可愛いかなと思います。こちらも段染めですが、シーブルーと書いてあります。はい、さっきのと比べるとね、こんなに違いがあります。はい、そしてこちらが、ブルーグリーンですね。はい、シックな色ですね。ダイソーさんのメランジーテイストとかにもこれに似たようなね、ブルーがあったかなと思いますね。ピーコックグリーンとね、ちょっと似ているかなという感じです。こちらは、7個。こちら7個入ってました。それから、こちらが、ヴィンテージローズ。はい。可愛らしいね。ピンク寄りの赤ですね。こちらが一つ入ってました。それから、こちら。こちら、ネイビーですね。ネイビー。こちらも一つですね。そして、こちらが、チャコールグレーです。はい、チャコールグレー。濃いめのね、しっかりめのグレーになります。この、3色の組み合わせとかもね、素敵ですよね。グレーにこのグリーンにこのネイビー。はい。そして、こちらがね、ラメが入ってましたね。ブラックシルバー、黒の糸にラメが入っています。華やかですね。これね、3個入ってました。例えば、ストール編んだ時の縁取りにするなどの使い道もあるかなと思いますし、このラメでね、コースター編んだら、とっても可愛いかなと思いますね。あと、巾着とかもね、いいかもしれないですね。こちら3個。で、ちょっと合計の数数えます。全部でね、22個もいただいておりました。はい、次はこちらです。綺麗にね、種類ごとに袋に分けてくださったのでね、とっても助かっています。リサイクルコットンがまたまた入っておりました。
まずホワイトですね。 50g 入りの方なので、120m になっております。今販売されているのは 10g 減って 40g ですからね。はいね、まあ、昨今の物価高で毛糸もねちょっと量が減ったりしていますけれども、これね 50g、 そして8個もね入っておりました。それからこちらソフトブラウン、私ねこれ買った記憶がないんですね。編んだ記憶がなくて初めてねあったかもしれません。ソフトブラウン、あのミルクティーのようなね素敵なお色です。これとこれ合わせてもねとっても素敵ですよね。編んだことがあったかどうかな。グレーはね持ってるんですけど、この色はね私在庫持ってないからね多分ね買ったことがなかった気がします。こちら3個入ってました。3個だと限られるけど、こう白と合わせたり、あと他のねあのピンクとかミントともねこのブラウン合わせられるかなと思うので、何かしら他の色と一緒にね組み合わせができたらいいなと思います。白8個、ソフトブラウンが3個入っておりました。はい、あの今のね続きが入っておりました。はい、あのこのさっきねこちらご紹介したんですが、もう一袋ありました。ですからソフトブラウンが 1,2,3,4,5,6,7,8,10 玉、はい、そして、11玉、あホワイトはね11玉で、ブラウンが10玉入っておりました。うわー嬉しい。一色が十分な量ですね。10玉あるとねほんと一着、はい、あの余裕を持ってね編めるので嬉しいですね。このブラウンと白相性がいいので、 ぜひ何かね上を編みたいなと思います。嬉しいですね。嬉しい悲鳴が続いているんですが、今ね半分ちょっと過ぎた、半分過ぎたかなと思うんですが、リサイクルコットンたくさんくださっているようなんですよね。本当に、はい、ちょうどね今の季節に合うものを送ってくださってね、とっても嬉しいですね。こちらシェルピンクですね。私もね在庫ほぼなかったので嬉しいですね。 50g 入りで 120m、 これ大袋のね新品のままだから、今ね10個入ってます。もしかしたらまだね他に、はい、詰まってるかもしれません。今のところは10個でございます。嬉しいですね。10個あったら上編めますね。大袋のまま頂戴いたしました。はい、こちらもダイソーさんリサイクルコットンのコーラルピンクです。 50g 入り。これね私ねあとね何個かな、2個ぐらいは、はい、在庫があったような気がするんですけど、これねいろんなあのウェア編んでますね。最近ではあのこの夏ぐらいにあのボレロをね編んでいたと思います。方眼編みで簡単なボレロを編んでいたと思うんですが、これまたまた10個いただいたらこれも何かしらねウェアが編めるなと思います。他にもいただいているのでね、差し色に組み合わせたりもできるようになって、わあありがたいですね。大袋のまま10個入りでいただきました。はい、そしてさらに、はい、またまたねリサイクルコットンぎゅうぎゅう詰めに入っておりました。はい、たくさん入ってますね。そしてちょっとね落としますけど、2段重ねになっています。はい、一旦ね分解してみようと思います。こちらのコーラルピンク、1,2,3,4,5,8個、はい、8個ねさらに入ってましたね。はい、こちら、シェルピンクですね。14個ありましたね。はい、ここの大きい袋の中にね14個ありました。さっきも10個あったから24個、あーなんかそれだけで3着ぐらい編めそうです。はい、そしてサックスブルーがね3個入ってました。ついねこの前の作品で、サックスブルー使ってもう残りほぼなくなったっていうねところだったんですよね。あの方眼編みのプルオーバーね少し前に編んだんですけど、またまた来ましたね。嬉しいですね。私本当にねあのリサイクルコットン大好きで、あの季節の前に買っていたものがそろそろなくなるから
どうしようかなって思っていたところだったんですよね。糸がなくなる。そうしたら思いがけずこんなにたくさんね、いただいて、本当にありがたく思いますね。サックスブルー3玉でした。はい。そしてこちらが、ネイビーブルーが入ってました。これね、すごい素敵でね、はい。これと相性がとてもいいんですけれども、これね、たくさん入ってるんです、これも。2、4、6、8、12、13、14、15、16、17個も入ってありました。あー、これね、カーディガンとかね、いいですね。カーディガンとか、普通のカーディガンでもいいですし、モモンガカーディガンでもいいですよね。こんなにあったらね、遠慮なく編めますね。本当に嬉しいです。ネイビーブルーが、17個入っておりました。これね、この色ととっても相性が良くて、この前これとこれとあと白で、プルオーバー、夏のね、プルオーバー編んだばかりです。よかったらその動画もご覧ください。はい、そしてこれが一番最後なんですが、これもね、二段重ねに、ね、なっています。二段重ねです。たくさん入ってます。これもね、出していきます。はい、リサイクルコットン、ライトイエロー 50g 入りの方ですね。こちら大好きなんですが、これも私ね、本当にあと少しになっていたんですけど、これ2個追加していただいた、本当に嬉しいですね。この黄色っていうのはウエアも可愛いんですけど、モチーフ編んだ時のね、中心ちょっとアクセントに入れるとね、可愛くなるのでね、黄色大好きでよく買っているんですが、もうね、ほとんど残りが少なくなっていたのでね、とってもありがたいです。はい、次はミントです。こちらも 50g 入りです。先ほどもね、確か大袋でいただいてたと思うんですが、こちらにもね、3玉入っておりました。この色ね、大好きなんです。っていうかね、リサイクルコットンの色は全部好きなんですよね。全部使ってブランケットにしたり、単色でウェアにしたりとね、使い勝手がとてもいいのでね、とっても嬉しいです。ミントね、かわいいです。はい、そして、ソフトブラウンアゲインです。さっきもね、たくさん、11個だったかな、はい、大袋に入ってたと思うんですけど、2、4、6、8、ここにもね、13玉あるんですよね。キャー、どうしよう、嬉しい。目が出ちゃいます。もうね、こんなにたくさん。そして、色がまとまっているっていうのがね、本当にありがたいですね。これで、このブラウンだけで何着もね、編めそうです。13玉入っておりました。はい、そして、こちらでね、最後になるんですが、最後にね、ドカーンと入っておりました。スレートグレー。はい。スレートグレー 50g ですね。こちら 120m なんですが。ね、たくさん入ってるんです。23個。はい。23個も入ってました。23個。何着も編めそうですね。いやー、嬉しいです。このグレーっていうお色は、帽子、バケットハット、帽子にもね、いいですし、はい、シックなバッグでもいいですし、もちろんね、カーディガン、こういうお色目だとね、こう、通勤の時に着ていきたい方とかもね、いいと思うんですよね。グレーという色はいろんな色に合わせやすいので、普段のね、こう、お出かけの時のウェアとかにもね、ちょうどいいかなと思うんですよね。スレートグレー、私、一個も持っていなかったのでね、このようにたくさんいただいてね、もうね、本当にワクワクが止まりません。嬉しいです。はい、ということで、寄贈していただきました系統、すべて、ご紹介させていただきました。また、改めて、たくさんの糸を送ってくださいまして、本当にありがとうございました。動画の中で、おいおい、はい、使わせていただきたいと思います。もうね、系統見るだけでね、あ、これをこれにしてみようかなとかね、これはどうしようかなとかね、いろいろ考える時間もね、私にとってはとっても楽しい時間です。本当にありがとうございます。今日はお宝箱を開封させていただきました。皆様も、私と一緒にワクワクしていただけたでしょうか。またね、おいおい動画になっていきますので、楽しみにお待ちいただければと思います。そして、リカチャンネル編み物部では部員さんを大募集しております。
ぜひこの機会にチャンネルへのご登録もどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。緑川でした。ありがとうございました。